散財は人生や。どうも直島です。もう6月も終わってしまったんやけど、上半期ワイが買ってよかったものを紹介していくで。まず1つ目はエコーショー15。意外かもしれへんけど、これは真っ先に思いついたな。今は台所に設置してるんやけど、ここに設置したんがめちゃめちゃ相性良かったわ。まず食材や調味料切らした時に速攻で声でメモれる。スーパーで買い物するとき、あれ買い忘れたわみたいなことになんねんけど、台所にこれ導入してからは買い忘れが少なくなって地味に便利。あとはいつもタイマーは iPhone 使ってやっててんけど、これ設置したからいちいち取り出す必要がなく、声でタイマー設定できるから余計な手間が減ったわ。たまに台所にこの手の商品を設置してる人がおんねんけど、なんでなのかやっとわかった感じ。いや、気づくのが遅かったわ。料理しながら音楽も聴けるし、マジで今年一番買ったもので一番フル活用してるわ。声で操作するのはめっちゃ便利やねんけど、タッチパネルでの操作はあんましキビキビ動かんから、そこはあんま良くないところやな。声での操作を中心に使うことをおすすめするわ。2つ目はバイヒュッテのスーパーゲーミングデスク。このデスクは自動昇降デスクやね。ただ普通の昇降デスクではない。ローの高さまで下げることができんねん。もともとはローの高さで作業しようと思ってこうてんけど、マックス下げてもキーボードの高さが合わへんのと、逆にお尻が痛くなったから現在は普通の高さで使ってるわ。ほんまにまれやけど、休憩するときはヨギ棒に座ってリラックスするみたいな使い分けにしてる。大きく高さを使い分けできるっていうところもええところではあるんやけど、直島的にはいろいろ拡張した後に細かく調整できるのがええなって思ったわ。キーボードスライダーとか後で設置すると、なんか高さが気に食わんかったりするんやけど、そういうのも微調整でええ感じにできる。 Y みたいに優柔不断な人は自動昇降デスクにしておけば、やっぱこうしたいって後から思っても簡単に高さが変えられるからおすすめやわ。ちなみに足だけで6万円もするから、 Y はずっと使ってた天板に穴を開けて使ってる。まああれから半年ぐらい経ったけど、特に天板が落ちてくることなく使えてるわ。まあこの使い方は推奨された使い方ではないんやけど、自己責任で一応ケチることも可能やで。3つ目はティーンエイジエンジニアリングの PC ケース、コンピューター1。オレンジ色っていう大胆すぎるカラーリングが特徴のミニ ITX ケース。ミニ ITX ケースは以前も使っててんけど、水冷クーラーぶち込んだのにとんでもなく落ちるので割とトラウマやってんけど、見た目のインパクトにやられて購入。かれこれ1ヶ月ぐらい使ってるけど、まだ1回も落ちてへんのでマジで買ってよかった。このケースのデメリットは、それなりのスペックにするとファンがクソうるさいところ。コメント欄で静音化のアドバイスももらってんけど、取り回しが悪いのであまり開く気にならなくて、未だ何も試してないわ。気が向いたらやりたいと思う。3つ目はアンカーのドッキングステーション。なんか紹介するの忘れてたから今回入れたわ。これも毎日お世話になってるぐらい使用頻度が高い。今は特にミニ ITX に変えたから、マザーボードにさせる端子も限られてて、拡張できるのがマジでありがたい。 Y は机の上をすっきりさせたいってタイプってよりは、いっぱいいろんなデバイスをつなぎたいから、たくさんつなげられる端子があればあるほど安心するタイプ。前まではようわからん中華のハブを使っててんけど、データの転送速度も鬼速くなったから、そういう面でも買ってよかったなって思ったわ。逆になんで今まで買わんかったんか不思議なレベルやな。少し気になるところといえば、稼働してる時は不安になるほどめちゃめちゃ熱々になる。特になんか不調になるっていうわけではないんやけど、びっくりするほど熱くなるから長持ちするかは不明やな。まあ今は問題なく使えてるから買ってよかったわ。4つ目は L 型のマイクアーム。ずっと欲しくて売り切れで、今年やっと買えたやつやな。つまみを割と強めに締めないと固定すんのが難しいんやけど、小スペースで使えてええな。カメラで撮影してる時にアームが画角に入りづらいのもお気に入りポイント。このロープロファイルっていう形のマイクアーム自体珍しいらしいねんけど、狭苦しい部屋の人には部屋の圧迫感が抑えられておすすめやね。まあ使い勝手は前使ってたロードのマイクアームの方が使いやすかったわ。4つ目はヤマハ AG03MK2 やね。これだいぶ前からレビューしようと思っててんけど、なんやかんやでできてないやつ。
前まで EVO4 っていうオーディオインターフェースを使っててんけど、変なキーンとしたノイズとマイクに息を吹きかけたら音が途切れたり絶妙にストレスが溜まっててんけど、ヤマハのオーディオインターフェースに変えたらそれがなくなったわ。理由はようわからんねんけど、そういう意味でも買ってよかったわ。最初はつまみやらボタンがいっぱいあって扱うの難しそうって思っててんけど、使ってみると意外と直感的に触れる。あとワイが気に入ったのがマイク音量を大きく上げられるところ。EVO4 やと音量マックスでも配信で音小さいって言われてて、 OBS からさらに原因で上げないとあかんかってんけど、ヤマハは OBS から原因上げなくても余裕があるから手元で調整できるのが良かったな。また詳しくレビューしたいから細かくは言わんけど、いろいろなストレスが解消されたから、ほんまにこれは買って良かったと上半期に言っておきたかったわ。さすがいろんな人のデスクに置いてるだけあるなって思った。5つ目はオリオラスの DPS-L2。 これはかなり直近で紹介したダップやね。初代ウォークマン風の形状で、ほんまにカセットプレイヤーみたいなギミックで操作することができるクセ強ガジェット。まあ三日坊主になるかなって思っててんけど、今のところ毎日寝る前にこれで音楽を聴いてるわ。レビューした時は高音がめちゃめちゃ刺さるみたいなことを言っててんけど、単に原因をハイに設定してただけやったわ。まあローにしてても割とシャキッとした音ではあるかも。あとコメント欄で気づいたんやけど、このホットラインっていうオレンジのボタン、ミュートボタンやと思ってたらまさかの外音取り込みやったわ。電源の隣にマイクがついてて、こっから音拾って流してくれるっていう絶妙に有線ではありがたい機能やわ。まあこの手の高級ポータブルオーディオプレイヤーに対して思うことではあんねんけど、本体だけで15万円もするから未だに外で使うのは渋ってる。まあこのダップに関してはカバーとかも売ってへんから丸裸やから、普通に落としたらショックがでかすぎる。高級ダップ持ってる人ってどうやって持ち運んでるんやろ。知ってる人がいたらぜひ教えてほしい。3つ目は電動プロジェクタースクリーン。これもマジで直近で紹介したやつ。電動スクリーンって高いイメージがあるんやけど、1万5000円と割と手が出しやすいところがポイント。直島の家は四方窓だらけで、壁という壁があんまないから購入したわ。リモコン類は安っぽい作りやねんけど、スクリーンの布は張りがあってシワもなく頑丈で結構いい感じ。降りる速度はまあまあ遅いけど、値段考えたら全然許せるな。手動で引っ張るタイプも売ってるけど、何回も引っ張ってると落ちてきそうやから、そういう面でも自動の方が負担がかからなくて安心できてええわ。まだ使って1ヶ月も経ってへんから耐久性については謎やねんけど、めちゃくちゃコスパがいいと思った商品やね。最後はシーリングプロジェクターポッピンアラジン2プラス。毎回プロジェクターって買ってよかったものに食い込んでるわ。このプロジェクターは現在寝室で使ってんねんけど、毎日夜フル稼働してるわ。部屋が狭いから普通の置き型のプロジェクターを置く余裕はないから、シーリングライトと合体したタイプはほんまにありがたいね。しかも部屋が狭くても割とデカめに映せるのがポイント高い。 Netflix 映すときはカーソル表示でめっちゃめんどくさいねんけど、それ省いたらかなり満足度は高い。映像もくっきり綺麗で、黒寄りの発色もしっかり綺麗に映してくれてる印象やわ。上半期は似たような商品でアンカーのシーリングプロジェクターも買うてんけど、使い勝手映像の綺麗さ比べてみてポッピンアラジンの方がええなってワイは感じたわ。しかし今月はストレンジャーシングスとザ・ボーイズ、この2強がほんまに面白すぎて生活習慣がぐちゃぐちゃやわ。気を引き締めて動画は作っていくわ。ってことで今回は上半期買ってよかったものの紹介でした。上半期の前半あまり物欲もなく散財してなかったのもあって、割と最近紹介したものばっかりランクインしてしもてんけど、下半期はどんぐらい物欲が湧くか。ということで今回の動画がいいと思ったらコメントよろしくな。ほな、散財は人生やで。